なんか、かわいい丸いものがいるんですけど。ジャン君。朝一番に太陽を求めてここに来ました。ジャン君。鳥さんいる？ジャン君またお顔だけ熱々になっちゃうよ。ちょうどよかったね。これカーテンなかったら上の方からものすごい光いっぱい部屋に入っちゃうけど、ジャン君だけの太陽になりました。ジャン君、今朝ごはんを食べて戻ってきました。これからお風呂に入ろうと思っているんですが、その間ちょっとなだめておきましょう。あ、ジョン君、何や、あいで、あいで、なんかあいで、ブラシちゃう、ブラシ、はい、はい、こっち来てください。じゃあ、ポンちゃんかな。じゃあ、こっちも。みんなどっか行っちゃうのかい。おいで。じゃんくん。はい。はい、おいで。ここまでおいで。はい、やるよ。おいで。ジャン君、もうちょっとこっち来てよ。移動。あれ。はい。ポンちゃんはそこがいいの？え、みんなそれぞれなのね。はい、ファンちゃん。はい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 、ファンちゃん。
寝ましょうか。ポンちゃん、机の下は真っ暗ですよ。カメラではポンちゃんが映りません。そろそろ寝ますよ。